はい、とポケットモンスターソード実況プレイのパート28やっていきたいと思います。前回マクロコスモスとの騒動にまず一旦一区切りをつけましてね、ここからジムチャレンジのファイナルトーナメント、攻略していくところですね。とで前回は1回戦目の前になんかエキシビジョンマッチみたいな感じで、ビートのやつを下しまして、1回戦目ではルリナとの勝負に勝ちました。これから第2試合ということで、斎藤との戦いになります。格闘タイプを使ってくるトレーナーだからね、アーマーガーでまず初手を潰していって、あわよくばちょっとねやってみたいこともあったりする。ファイナルトーナメントもいよいよ2回戦。残った4人の選手のうち勝ち残るのは誰と誰だ。ファイナルトーナメント第2回戦第1試合、ハプニングでのビート選手、第1回戦のルリナ選手に勝利した最強のチャレンジャーナベ選手、続いてガラル空手の申し子斉藤選手の登場です。今度こそあなたたちのような心を騒がせるような攻撃をお見舞いします。お手合わせお願いします。あなたが一試合打っても本気の本気を見舞いします。この子のなんか戦闘スタイルとか戦い方っていうかさ、心すげえ気持ちいい。努力します。さすがに早いね、これ等倍で食らっちゃうわ。まだ5つ目オートチェンジいらねえな。パイレーツか。パイレーツな。このままかな。ちょっとここはアーマーガーに頑張ってろ。できればとっとと出してきてほしいポケモンいるんですよね。わあ耐えた。アンプー素早さを下げられてしまう。バイクのカプリン、行くぞ。お、インファイト。アバが勝てえな。あ、パイレーツってどんぐらいだったっけ。かもなく、かもなく。あ、来た。ありがとうございます。行けドラパルト。泣きたくなるんじゃないか。はい、龍の舞。俺の予想が正しければ、だよねはい、龍の舞。いや、どうしたのかな。
そうなんですよ。あのこの人、あのこのポケモンノーマルタイプか格闘タイプの私しか持ってないから、あのドラパルトに対して何もできないんですよ。他のはそれなりにあの飛行タイプだったり草タイプだったり何かしらね、あの別のタイプを組んでるんですけど、こいつだけ何も組まれてなくて一方的な状況になってしまうんですよね。かわいそうに。ドラゴンアロー一撃目の火力えぐい。何を言ってるんだ。これ最後のやつに対してもさ、ダイマックスなしで戦わせんじゃねえの。普通にどうせダイバーぐらいしかしてこないでしょ。あ、ドラゴンダイブいらないかな。相手ダイマックスしないでやってみようかな。どっちにしてもこいつもドラパルトに対してろくな打点ねえはず。裸足の私が思わず裸足で逃げるような操作です。ごめんな、なんかむしろ相性悪かったな。とりあえずなんかあの落とすバスに違うタイプの技を覚えさせておいてやってくれ。どういう技を覚えるのか知らないけど何かしら覚えるでしょ。冷凍パンチとかあったらよかったんじゃないかな。知らんけど。ありがとうございました。あなたたちとの勝負、どうしても楽しんでしまって。負けて悔いはあるけれど、すがすがしさもあります。そりゃあんだけ乾杯すらすがすがしいでしょうよ。ある意味では、理想の勝負でしたね。これからも様々な出会いと試合があるでしょう。それらすべてがあなたたちの心の糧となりますように。言ってくれることはすげえ気持ちいいんだよな、この子な。なんか申し訳ないことしか気分だわ。それでは皆様、次の試合までしばらくお待ちください。だよねー。やろう、じゃ、キバナの相手は辛かったか。あ、で、ネズムにも勝ったと。妹よ、押してはいけませんよ。ダベ、ごめんね。私のリベンジ兄貴に頼んだのに、キバナさんに負けちゃってさ。兄貴がだらしないせいで、私ら兄弟弱いって思われてるじゃん。いやいや妹よ、キバナは本当に強いです。だがダイマックスを使わずに正々堂々と戦い、観客に凄さを示せました。分かっと、だからこそ勝ってほしかったんじゃん。私から見てもいい勝負だったのに。ね、鍋頼んだよ。あんたを応援するからさ。大事な決勝の前に騒がしくして悪かったね。キバナ選手がコートで待っていますよ。いい勝負を期待しています。しゃあ、さてそしたらこっちは初手誰で行こうかな。ねブオノラゴンはちょっと残しときたいから、でもドラゴンタイプ多めで使ってくるよねとは言ってもだ。
ここはさすがにエースバーンにも活躍してもらった方がいいか。そうだな。今思ったけど、マジで俺さ、基本特殊アタッカーいないよね。初手ちょっと怖いけど、ゴリランダーで初手行こうかな。よし。ちょっとね、若干キバナの手持ち俺不利なんですよ。ファイナルトーナメント、ついに決勝戦、無敵のチャンピオンダンデに挑戦するのは輝く超新星、ナベ選手か。チャンピオン、ダンデがライバルと認める男、ドラゴンストーム、キバナか。地形再戦だな。お前は本当に偉いよ。だってここまで来たんだものな。さすがはチャンピオン、ダンデが推薦したポケモントレーナー。ライバル、ダンデを超えるため、あいつが選んだお前に勝つ。チームのメンバーも、一対一に備えて仕上げてきた。一度お前に負けていて、何をほざくと思うだろうが、事務チャレンジの時の俺様と同じだと見くびるなよ。まあ、あっちは事務チャレンジ仕様なんだろうね。けっ。で、まずはコーツ。ちょっとこいつの耐久力が心配ではありますが、ゲリ、これで結局ウオナラゴンでいったところで水技の威力は減らされちゃうもんね。10万馬力、これでどのくらい削れるか。まあ耐えるか。あくび、それはちょっとゆっくりしすぎじゃないか。 XP は使うか。あーってことは、これでちょっとこっちも寝かされちゃうからな。トンボ帰りか何かで逃げてもよかったかもしれない。耐えられちゃうね。ここで多分噴煙か何かを食らってしまうと結構手痛いダメージを受けることになってしまうが、そうしたら、そうだな。まあ、しょうがないか。うんね。これはさすがに耐えないかな。耐えたー！やけど引いたー！あぶねえ、よくこらえた、えらい、さすが。すまんに受けてくれた。とりあえずどうしようかな。ヌメルゴン、あ、ヌメルゴンか。なんか出すって言ってたっけ、さっき。ヌメルゴン相手だったらドラプルト出したいわ。雨乞い使ってくる。雨乞いだね。こうなってくると波乗りや雷の威力が上がってしまうが、一応こっちドラゴンタイプなんでね。ドラゴンアロー打っとくか。強すぎんだって。
おめえマジ強えな。バクガメス、バクガメスドリューズでいくかな。多分初手は日本バレを使ってくると思うんだ。で多分トラップシェルは相変わらず使ってくるだろうから、もうここで自信打っとく。ワンパンかい。やべ、ゴリランダを起こすタイミングがない。ウオのラゴン、でどうせここ砂嵐とか悠長のこと考えてるんでしょ。氷の牙、ほらな。はい、ジュラルドン、ジュラルドンはエースバーンで迎え撃ちたかった。まあこれでナストンエッジとかがれてもちょっと面白くねえからな。クライマックス、ダイナックル、これでどのぐらい入るかな。あ、さすが硬えな。とりあえずタイプも変えられたので、そうだよね、入るよね。これ砂嵐発射するだけだもんね。でこの間に元気の塊を使っちゃえ。でも物理防御を上げてきたんでしょうけど、こっちもダイナックルで物理攻撃上がってるんで変わんないね。よっしゃ、決勝だ、負けて悔しすぎるが記念に自撮りはしておくか。勝ったのは鍋選手。俺様と俺様の愛しいポケモンたちが強くなるよりもさらにはるかにとんでもなく強くなりやがって、俺様も若いのによ、もっと若い奴らの成長には驚くしかねえ、未来しかねえな。
勢いそのままにダンデをぶっ飛ばせ。開幕背番号510、勝ったのは鍋選手。推薦状をもらったポケモントレーナーが推薦状をくれたチャンピオンに挑みます。よう、いよいよだな。特別に応援に来たぞ。と言っても迷うな。だって兄貴とライバルの対決だぞ。どっちを応援すればいいんだ。やっぱ鍋か。だよな、ハローンタウンで一緒に旅立ったもんな。兄貴に勝てよ。お前なら無敵のチャンピオンを超えられる。まあまあまあ、とりあえずこのまま、いや、からどうなるかわかんねえからな。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。さてね、次回いよいよチャンピオンダンデとの決戦になるのでしょうかといったところで、ポケットモンスター総動中期のプレパート28、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。